はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、寝る前におすすめなストレッチを紹介していきます。このストレッチをやりながら寝ることによって深い眠りにつくことができます。眠りが深い方が痩せるためにも効果的です。今回はカエル足で揺れるだけなんですけども、この揺れるっていうことが実はすごくリラックス効果があるんです。乗り物の揺れで眠くなったりしたことないでしょうか？子供の頃は揺らすだけで泣き止んだりしますよね。実は体は一定のリズムで反復を繰り返すことによって体がリラックスすることができるんです。エクササイズって辛いのになぜかまたやってしまう。筋力使うことがストレスになるのに気分転換になる。そういったことないでしょうか？実は同じ動きを繰り返すことによって気分転換になってるんです。それは筋肉へのストレスを上回っているからまたやりたくなるんです。これをストレッチに置き換えることによってよりリラックスすることができて深い眠りにつけれます。今回は4種目だけ紹介していきます。スマホの明るさやテレビの明るさは少し暗くしてみることをおすすめします。寝る前に明るいものをずっと見てしまうと交感神経が働いてしまうので、リラックスした状態で一緒に行ってください。それでは行きましょう。はい、寝たまま4種目行っていきます。まずは足の裏を合わせて足を開きます。この状態で膝を下に押さえるだけの動きです。このストレッチでリラックスする方法としては一定のリズムで体を動かしてください。それでは行きましょう。スタート。呼吸をリラックスした状態で一定のリズムで動かしてください。このリズムがバラバラだと呼吸も乱れてくるので、リラックスして動かしてください。腰、股関節、太もも、大きな筋肉を緩めることによってリラックスができます。楽な姿勢で行ってください。しっかり抜いてください。見なくていい方は手もリラックスしてください。はい、 OK です。今度は膝を曲げて M の字を作って交互に足を動かします。スタート。この足の動きも一定に動いてください。上半身もね、手のひら上向けて力抜く方がリラックスできます。首もたまに揺らしてみてください。一定のリズムで体を動かすとリラックスできます。あまり無理に筋肉引っ張らなくてもいいです。リラックスした方がよく寝れます。はい、 OK です。今度は足を開いてももの力を抜いて足を振ります。スタート。楽にね、大の字作ったぐらいの方がリラックスできます。自分で足を揺らすんですが同じリズムで揺らしてください。頭の中を真っ白にしてください。リラックスするためには鼻から吸って口から吐くイメージです。鼻からゆっくり吸って口から吐きましょう。はい、 OK です。最後は膝を曲げて膝を左右に
倒します。一定のリズムです。スタート。同じリズムで動いてください。腰をね伸ばすとリラックスして寝れます。画面の明るさは少し暗い方がいいです。寝る前に毎日見てください。運動後でもおすすめです。筋肉痛の時などにもやってください。はい、OK です。お疲れ様でした。眠くなったと思います。やってみたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。できれば毎日やってください。今回もご視聴ありがとうございました。